こんにちは、今日はね、土曜日です、現在16時10分ですね。今日はちょっと遅めの、行動整備になっています。朝からですね、スパルタンキャンプがありまして、上宮大使の高校の男子テニス部、それから女子テニス部が1名、合計12名ですね、来てくれまして、で外部からも2名、今回は参加ということで、朝からですね、結構まあ激しいメニューでスパルタンキャンプを先ほどまでやっていました。上宮大使さんはお昼までだったんですね。で残りの、ジュニアが2名ですね、スパルタンキャンプで残ったんですけど、まあちょっと体力的な問題とかね、集中力の問題もあって、ちょっと30分前に終わってもらったんですけども、まあ引き続きスパルタンキャンプは月大体2回ぐらいね、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ気になることはですね、やっぱりまあ、学校の方はね、部活ということだけ、まあ、部活ということもあって、まあ、きっちり挨拶とかしっかりしてるんですけども、外部から来たジュニア、まあ、うちのジュニアもね、外部に出た時にどれほどやってくれてるかっていうのはちょっとわからないので、まあ自分のとこも言えたことではないかもしれないんですけども、あんまり挨拶しないんですよね。例えば帰る時もなんか指令みたいな感じで、まあ一応お金を払って来てくれてるんで、まあ一応子供ですけど、お客さんはお客さん、ただまあ挨拶ぐらいはね、やっぱ大人でも子供でも関係なくしてほしいなというふうに思うんですけども、まあこの辺はまあ各それぞれのテニスクラブでしょうか、挨拶することとかね、きっちり教えてくれてればそれはしてくれるんじゃないかなと思いますんで、まあ今度来た時ね、結構2回目の子だったんで、今度来た時はなんで挨拶ぐらいせえへんねんっていう話を、やっぱ挨拶の効力ってやっぱあると思うんですよね。我々もやっぱり人間ですから、なんかこう挨拶しっかりしてくれてる子に関してはね、なんか可愛いなと、ちょっと面倒見たろかみたいな感じになるんですけども、まあ、そうじゃなかったら、まあ、本当に、機械的作業というか、お金は一応もらってるんで、なんかそういう気持ちになってしまいがちですよね。でもそれは、まあ、しょうがないというか、我々はそれが分かってるんで、まあ、せっかく来てくれたからしっかりやろうと最後までやるんですけども、でも普通考えたらそうなってきますよね。で面倒見てくれへんとかっていうことになるんですけども、いやいや、そういう基本的なことをきっちりやらないから、やっぱ感情が操作するというね、そういうことを教えてあげると、まあ昔忖度すんなとか言ってたんですけどね、忖度はしますからね、忖度でやっぱり人は動きますんで、まあそういうのを考えると、もうちょっときっちりね、自分がやっぱプラスになるように動いていくには、挨拶なんかはきっちりやっといた方がいいのかなと思うんですよね。で最近はもう本当ね、今日は日が照ってて暖かい方なんですけども、ちょっと手袋しなかったらすぐ手がかじかんで、グリップ握れませんみたいなことになったりすることもあるんで、まあちょっとその辺は気をつけてはいるんですけども、今日は上宮大使さんが来た時にいろいろ休憩の時にね、まあいろんな話をしたんですけども、まあ一つは
まあ、清風魂ということに関してのこととか、まあ、あとは上宮大使魂って一体何なんとかで、それって今はそんなに体感というか経験というか感じることはないんですけど、我々の年齢になってみたら、そういうのがこう心に染みる場合がありますよね。まあ、清風魂の一つでという話をしてあげたんですけども、これはどうしてその話をしたかというと、まあ練習中ね、やっぱトレーニングとかするとしんどいことあると思うんですよ。ただやっぱそうやってやってることで体力がついてくると、で体力がついてくると精神面にも影響してきますんで、まあ、その例えば心技体の身体はつながってると、ですからそれを強化することは、まあ、体も気持ちも強くなるということになるので、やっぱきっちりやった方がいいと。で、おのずと社会人になりにつれて体力がいるよなと。やっぱりスキルがあっても体力がなかったら使い物にならんぞと。例えば、まあ、上宮大使さんは初めてファーストコンタクトなんですけども、今までは日曜日でハードワーカーが担当してたんですよね。で、今日は土曜日ということで私が担当したんですけども、例えばハードワーカーなんかはアメリカ、フロリダ IMG 遠征行った時にまずどうやった確認した時に、やっぱ体力いりますよねということなんですよね。まあ、それはそうですよね。早起きて子供たちのやっぱりお世話はやっぱナーバスですからね。ですから、まあ、それもしアドバイスもしやっていくと、当然コーチとしての教えるテクニックがあったとしても、やっぱ疲れで、まあ、遠征期間例えば3週間あったとしたら、フルで稼働しようと思ったらだいぶ大変なんですよ。で、結局まあその遠征も、5人行ってフル稼働で動いたのは多分2人ぐらいだと思うんですよね。まあ、そのうちの1人にハードワーカー大西が入っていたと、フル稼働でね動いたメンバーの中に。ですから、まあ、研修生と言ったんですけども、まあ、かなりね、しっかりとしたサポートができたんじゃないかということと、だから体力利用と、あとは政府魂って実は、困難にぶつかったら困難を克服できるだけの精神力と体力の持ち主になるということを目指して、まあ、運動もスポーツも頑張るという空間なんやということとかね、なんかそういう話をして、そんな話もありましたね。あとはそうですね、まあ、話を聞く時の姿勢についても今日 の、 あの上宮大使さんはしっかり、ね、話を聞いてくれたんですけども、この姿がアメリカの大学のコーチたちにとっては神秘的やと、まあ、いろんな国から集まった人たちがじゃあ話をするときにどんな姿勢でどんな態度で聞いてるか、で一回アリゾナの大学のコーチがワックに来てジュニアたちにいろんなアドバイスをしてくれたんですけども、ミーティングをしてくれたんですけども、カンファレンスね、まあ、その時のそのジュニアたちの姿勢を見て、おおナイスやと、アメージングって言いましたね。これは素晴らしいと、その聞く姿勢だから、やってる方も、まあ、やる気が出てくるっていうね、そういう話の内容だったんですね。ですから、まあ、そういったこととか、なんかそういったことが結構あの社会ではこれから大事になってくるぞという話をちょっとしたい。あとはそうですね、意図的な練習をどんどんやっていけばいいなって。今ハードワーカーが担当している中で課題はネットをしないという課題ですね。で、今それについてひたすら頑張ってやってるみたいなんですけども、例えば同じ練習メニューでも意図を変えれば全然違う練習に変わってくるぞという話とか、ですから今はいろんな研究があって、その意図的な練習を1万時間やることによってレベルが上がっていくということは分かっていると。
ですから何を今日は意識して練習するかということを、まあ、みんなでトライするという話をねちょっとしました。まあ、非常にみんな頑張り屋さんというかね、高校生たちだったんで、今度来た時はダブルスの、真髄をですね、これは今度来た時は練習しようということで今日は終わったんですよね。でダブルスといえばオーストラリアオープン女子ダブルス、決勝まで行きましたね。青山さんと柴原さん、このダブルス見ていただいても分かると思うんですけども、何が違うかというとポーチ力なんですよね。前衛のあの動きをされるとやっぱりショットがやっぱ乱れていくんですよね。ですから、まあ、ちょっと一回見ていただいて、ちょっとワックのレッスンでやってることと何が、相違してんのかちょっと見てもらえると面白いと思うんですよね。まあ、あれにもう一つね、私は提案したいことがあるんですけども、まあ、あの青山さんとね柴原さんももし自分の、まあ、教え子というか何かアドバイスを聞かれたとしたら、こういうショット練習してみたらどうでしょうかというね、なんかそんな提案はしてみたいな。でも理想はあのパターンですよね。前の動きやっぱ優れてますよね。全然違うんで、まあ、あの形が一番綺麗なダブルスの形なので、まあ、いかに前衛がしっかり動いてるかどうかね、で前衛が動くためのショットを後衛が打ってるかというコンビネーションなダブルスが一番世界でもやっぱりトップ でジュニアの方でも、ハユ&サラが、まあ、頑張ってね決勝まで行って結局まあ準優勝だったんですけど、素晴らしいですよね。であの2人はずっと、富士薬品の遠征でも組んでた2人なんで息が合ってるんでしょうね多分。でああやってダブルスからですねどんどんトップ上り詰めてって、シングルスに生かしてくれる、まあ、シングルスももうすでにジュニアではベスト16と、まあ、1回戦で負けたんですけどねサラは。でも第一シードですからね、オーストラリアオープン第一シード日本人ってすごいですよね。まあでもあの年齢でもうちょっとしたら、まあ WTA の方で大人の大会に出れるぐらいの実力があるかということですよね。ちょっとやっぱなかなかねそれは難しいかもしれないんですけども、実際にそういうプレイヤーもやっぱり世界にいるんで、例えば世界の、パターンとね日本のパターンはちょっと違うんで、やっぱ日本のパターンはちょっと時間をかけないとダメやと思うんですよね。だ2つあって1つは後先なので、今外国人が17歳で出たんでそれを目指すんじゃなくて、まあ、25から30の間でどこまでいけるかという考え方になるということが1つと、それからダブルスで、世界を体感していくと、そこからシングルスに、持ち込んでいくみたいな展開していくというね、そういう考え方が多分日本人には合うと思うので、まあ、そういう育成の仕方もありなんじゃないかなと思うんですよね。だから今ダブルス頑張ってるジュニアなんかがもしいたとしたら、これは世界の可能性が出てくるなというふうに思います。ということで、あっという間に今日もコード整備が終わりました。やっぱり砂利がねところどころやっぱありましたね。でこれはまたこれからこんだけ頑張って掃除したんで、しっかり拾って次はちょっと今休憩なんで、このあと18時からのレッスンに向けてちょっといろいろ休憩したり動いたりしていきたいなと思います。それでは